はい、どうも。2018年ね、5月の4日、今日は緑の日かね。まだ祝日で休みなんでね。はい、この時間にちょっと話、今日はビーロック組んでバーベキューってことでやります。ビーロック組んでバーベキュー、今日はベランダで、ベランダバーベキューやろうか。ベランダバーベキュー、ベランダバーベキュー。はい、今使ってるのはね、座布団、このアルミの座布団で、ビーロック組んでバーベキューやろう。ビーロックンでバーベキューだ。どうもこんにちは。いいかな？ビーロックンでバーベキューです。僕はビーロックンでバーベキューします。ちょっとスマホで。どうかな？本日はビーロックンでバーベキュー。まだ休みなんでね。どうもこんにちは。ビーロックンでバーベキューです。なんとか配信されてんね。どうも。じゃあビーロックベランダバーベキュービーロックンでやります。じゃん。ベランダバーベキューシャキーン。ボロボロだけなんとか使えそうなんで、ビーロックンでバーベキューシャキーン。ガチャ。本日はビーロックンでバーベキューです。ベランダビーロックンでベランダバーベキュー。洗った肌多少濡れてる状態で閉めちゃうからね。これね、ロストル置いて今日にビーロックンでやるよ。この見える？ビーロックンでバーベキュー。あ、こっちはキャンプじゃないのバーベキューよ。うんね、百貨だよ。これ100円で、これそれ全部使っちゃう。これ却下だ。却下だ。手前に5個並びようか。手前に5個。3つ、手前に3つで、奥に、こちらに2個。で、この上に前回の残りの木炭のこれ。前回の残りの木炭。前回の残り。箸です、もう箸。前回の残り。残ったやつね。豆炭。まあ簡単なバーベキューなんで、これは足りると思うんだ。前回の残りの木炭。ベランダバーベキューです。残ったゴミ、炭。もうこれで全部かな。あとはもう灰っぽいな。これもちょっと使えそう。もうこれ全部捨てちゃおうかなと。あと細かい粒ゴミだから。じゃあこれでやろうか。着火します。ベランダバーベキューです。あ、おかめさんどうも。ベランダでバーベキュー、ビーロックンでバーベキュー。ついた。ベランダバーベキューよ。ついたかな？ついたついた。ビーロックンバーベキューです。これ放っておけば火が。どうも、ビーロックンでバーベキュー。火がつくのはちょっと時間かかるな。どうも、こんにちは。今日はビーロックンでバーベキューです。あ、ヨネさんどうも。ベランダバーベキュー。ベランダでビーロックを使ってのバーベキューです。こうで思う。バーベキュー、串焼きです。乗っけて、この上でね、焼きます。
炭に箸が入れば食材持ってこようか。ちょっと食材持ってくる。B6 分でバーベキューです。こんな感じ。 B6 分で、まあ、着火剤が燃え尽きたのくようかな。着火剤が燃え尽きたらね、燃え尽きる頃にはちゃんと芯が回ってると思う。炭が使えると思うんで、この話に、うん、バーベキューはそうよ、串焼きってことよ。串焼き、ちょっと食材持ってくるね。食材、飲み物はね、飲み物はハイボール、ハイボール。生味乗っけちゃおうかな。生味柔らか生味、強いかな。まだ早いかな。もう乗った方がいいかな。もう乗ってからB6 くんね。着火剤多かったかな。やっぱ1個でよかったかな。まあいいや、そのうち炭が入ると思うんで。かなり多かったかな。やっぱ炎が上がっちゃったから。で今日はね、あれビール、あれ山崎のパン祭り、今回かな。この春のは公開してきた。今回はこんな桜、こんな皿ね、パン祭り公開してきた。それのせいを今日は生揚げを焼いてくるかな。生揚げ柔らか生揚げか。ご主人のやつ買ってきた生揚げ。今日は生揚げね。今日は生揚げ。こんにちは。生揚げ、この生揚げ。
そんなお金かけらんないからさ、お金かけらんないから生揚げ、生揚げ揚げ付けをお塩振って、最近お塩振っとこうか。生揚げ、生揚げね、塩焼き。飯を振っとこうか。お手軽なお塩焼きです。先に塩を振っといて、こんなもんでやる。その生揚げ安くていいよ。これ100円ぐらいだもん。税込みで103円かな。多分90いくらだな。前回これ残ったやつ、インスタントコンロの、それ取っといて、これ取り替えも前もって湯がいてあります。一杯今日はこれハイボールドライ。ハイボールのドライ、これからね、ドライのやつ。ほらこれ一本しとこうね。今日これ生揚げ乗ってる皿が今回のパン祭りの皿ね。こんぐらいのサイズね、今回のは。今日交換してきた。ちょっとこっち置こうか。あ、でも炭にやっぱあれだけ着火剤は燃えてきたかな。炭はいい感じかな。炭が落ち着いたらいいんだよな。前回残っちゃったからな、ポケットのやつ、ポータブルのやつで、今まで残ってた炭と足して、じゃあだから全部使用済みの炭、全部前回のインスタントコンロの炭とかさ、その前のとか残ってたやつで、ね、買ってもう3枚だと、今回3枚75点ほど下がってて、そこのヨークマートで。もういいかな、生揚げ。生揚げもう乗っけようか、生揚げ。生揚げ。生揚げ。生揚げ焼き。生揚げの塩焼き。3本。そうよ、うん、もう4月いっぱいで終わりだから、5月の第1週ぐらいか、10日ぐらいか、全国までね、引き換えはね、シールは4月いっぱい。くっついたかな。でも焼けてくれば剥がれっからね、一瞬くっつくようでもね。生揚げ、いい感じでしょ。生揚げ、生揚げの炭火焼き。いい感じだ。もう塩が振ったか、このままパリパリになったらいただこうかな。Bロックにちょうどいいよね、これね。Bロックやっぱ蓋があるのがいいんだ、これね。かまどグリルはさ、あれ炭を起こすには、ね、ここが開いてっからさ、ショーズのBロックはさ、全部覆われてっからさ、ちょうどね、煙突効果が起きやすくていいんです、これ。かまどグリルはさ、チャプテンスタックのここが空いてるからさ、どうしても焚き火はいいんだろうけどさ、ね、煙突効果が弱いから。
揚げ塩味、揚げ付けはね、いつものお塩、赤穂の焼き塩です。これで、これもう振ってあげます。上にもういいじゃん。生揚げ最高。炭もいい感じだ、これね。今日使い切りたいの、全部これが。今日夜9時からだっけ、あのキャンプログ、ジアのあの女の子が配信するんだよね。9時ぐらいからさ、キャンプ場からね、楽しみだね。さっき来てやってたね、朝9時頃だっけ、少しね、有効練習ね。じゃあハイボールで、ああもう変わってるよね。ベランダ入りいいんだよ、これ。ワイマックス、まあやっぱ外はいいんだよな、ワイマックス。この扉一枚なんか入ったら全然入らないから、ワイマックスドア1枚いい。外は入りがいいの、ワイマックスは。外はね、うん、もう良さそうじゃん、これ。外だからワイマックス、うん、室内が悪い。今回線ワイマックスだからさ、あ、今日風強いからね、また悪くなると思うけど、風も多少変わるかもしれないけど、今のところはね。まあ、でもなんとか引き継いでよかった。もう一個食べようか、生揚げいただきます。甘いね、の塩焼き。エアコンも使ってないけど、なんだこれ。これはね、わかんない、あんま使ってないから。下の部屋、これ上はないと下だと思うんだ、これ下。その上からつなげて、全部下ろしちゃいましょう、これ。もういやいや、最後の1個。いや、生揚げだから、ちょっとあと、おなじみ鶏皮もありますね。鶏皮だってよ、鶏皮先生、鶏皮もあるよ。今度鶏皮と鶏皮湯がいて洗って、適当に切って串に刺して、鶏皮と、まあ、生揚げ、焼ければ生揚げで、うん、どっさり。これで2、300円だからね、300円ちょっとか、安いよね、とにかくね。この歯ごたえがいいんだよね、この焼いた時のパリパリ感か。イロックンってバーベキュー、ね、なんでだろうな、YouTube ライブホームページ上からクリックするしなんだよね。カメラを許可してくださいってなって、許可してるのにね。今日も弁当だね。生揚げと鶏皮です。生揚げの鶏皮、ビーロックンで焼いてます。こんにちは。
お坊ちゃん誰？ラガーマンのことか？お坊ちゃん。岡山のお坊ちゃん。ああ、いい感じだ、そう。安くて、豚バラ肉とかさ、好きよ。豚バラとか、手羽先とか。ね、うん。あれあんじゃ、牛の脂もあんじゃん、あれ。ステーキ用のトークよく乗っか。あれもいいよね、あれ。あれは持ってきた、僕、牛肉買わないと持ってこれないの、あれ。スーパーにあるでしょ、あれ。あれ、牛肉を買う人はさ、牛脂はさ、持ってこれないと、もう買わないから、それだから。牛、だから、あれ、ほんとね、あれそうよ、あれ。牛肉を買う人はさ、どうぞって持ってけんだけど、もう買わないから、持ってこれないんだ、あれ。牛肉買うんだ、持ってこれんだよね、牛脂ね。もう買わないから持ってこれない。牛乳買う人あれば無料で持ってくてもいいんだけどね。うん。あれも好きよ。スーパーあるよ。四角い袋に入ってさ、小袋で。あれも好きなんだよ。牛乳買わないから持ってくれないんだよ。怒られちゃう、持ってったら。うん。うん。安い鶏肉買わないんだよ。鶏肉ばっかりあってから。そんな人があれ持ってっちゃダメだよな。くるくるか、やっぱ始まっちゃった。うん。風強いとね、いろいろ不具合あるんだよな。はい、でもね、うん。はい。夜は普通に配信だけ7時ぐらいからね。ベランダ B ロックンです。これが B ロックン。生揚げと鶏皮の串焼き。精神病ないよ。納骨終わったらね、キャンプ行くからさ、キャンプテント泊。本当は行きたかった、僕、テント泊。大勢も行きたいな、大勢。大勢ハイキングテント泊も考えてます、大勢。奥多摩行きたいとこいっぱいあるんだ、まず奥多摩。大勢もいいな、大勢。大勢もあそこテント場いくつかあるからさ、3、4カ所あるんじゃない？ね、ハイキングして回って、あれもしたいし。うん、あ、八ヶ岳も行ってみたいな、あそこの八ヶ岳。八ヶ岳の多少でも買わないと思うけどな。うん、いっぱいあるけどな。まずは近場、ね、テント泊がしたくて、僕、テント泊。テント泊したくて。大勢がちょうどいいよ、大勢。大勢の方が多少は安いかもしれない。大勢の方が多少。この間、メルちゃんみたいにさ、僕も上高地は行きたいと思ってけどさ、あそこ大変だ、交通費が。行けない、僕。あれ、登山的な上高地ってそんな、あれ、山梨の北岳よりかはね、そんな見た感じではね、動画見たか難しそうで、ちょっとそうみたいね。やっぱ、標高から行ったらね、山梨のさ、北岳の方が大変そうだね、見てるとね。でも、上高地、中野だからね。まず松本まで行って、そっからバスみたいなもんな。松本まで行くのが大変だもんな、電車で。
交通費もかかるしな。ケチャも交通費考えて。まあ、ひとまず今年は奥多摩小屋だ、奥多摩。だ来年3月終わっちゃうからさ、奥多摩小屋さ。まだ奥多摩小屋行きたい、まずはね。奥多摩小屋でテント泊。だって来年、ほんと3月終わっちゃうから。ね、うん。だからもう老朽化してるからさ。まあ、平成とともだね、平成と。そうだ、大河そうだよな、ね。平成も来年の3月で買うんだもんね、テントね。彼女いないから僕、もう彼女いないから僕、彼女は。彼女がいた時はね、全部僕払ってたよ。うん。うん、ニコ生動画残んねえんだもんね、ニコ生。やだ、僕動画残んないの。残したいんだ、僕。ニコ生動画残んねえからさ、やだな、僕は。YouTube ってすげえな、これな。普通にデフォルトだとさ、これ、しばらくするとこれ、ね、これ、アップされるもん、YouTube に勝手にさ、ね、あれ言うね、YouTube ライブはさ、ニコ生ってさ、金取ってさ、ライブ配信やってんだけどさ、ね、でもそれ残んないんだよ、ね。ほんまニコ生ってなんかすごくない考え、 YouTube ライブとかライブとさ、ニコ生ってさ、ニコ生ライブ配信するのにさ、有料なんだよ。でも動画残んないんだよ。うん。で、YouTube ライブ別に基本的に、まあ一部は有料部分もあるけど、僕はそこまでやってないからね。うん。あ、こんにちは。今日はね、B6 くんでね、炭火焼きで、これ生揚げ焼いてやつね。塩焼きしてやつね。今 B6 に乗っかってるのはね、これ鶏皮の串焼き。今生揚げ一人で塩焼きです。で、飲み物ハイボール。もう言わなまず、アマゾンなら熱心なユーザーじゃないと言えないよ。文句言うんだったらさ、熱心なユーザーじゃないとさ、あんま登録だけしてる程度なんて、そんな言えないよな。熱心なユーザーがないからさ、文句言えるほどニコ生使ってないからさ。ハイボール。それで言って僕ニコニコってさ、重たいよね、 YouTube と比べる。 YouTube も重たい時あるけどさ、でもさ、ニコ生と比べるとまあ比較楽だと思うんだ。ニコ生って お金取ってる割にはさ、重たいよね。なんでか分かんないけどね、ニコ生ってどうしてだろう。もうそれは分かんないもん。友情でお金取ってる割には重たいと思う。YouTube なんか基本的にお金取らないんだ、そのぐらいだ。それにしたらスムーズだよ、ほんと。ね。うん、でかいよ。うん、でかめの大串ですね。新野鳥誰知らない、僕。いやもんな。いろいろあんだろうな、本当ネットの世界って。あ、ネットってほとんど一人が決めるね。ネットの世界ってさ、一人が決めたんだもんね。動画の部分に YouTube がいろいろいろんなとこもあってやってくるさ、大体ほとんど YouTube の人が来たし、あとネットショッピングもね、楽天とかいろいろあるみたいな。やっぱね、Amazon が一人書き状態って言うからね、そうみたいなね。ネットショッピングもは Amazon の一人書きいろいろやってくるさね。うん、やっぱダメみたいな、Amazon にかなわないみたいな。あと動画の世界もとニコニコ動画とかいろいろやってくるさ、やっぱり YouTube にはかなわないみたいなね。とにかく状態ってニュースで言ってるよ。でもヤフーなんかもそうじゃない。ソフトバンクなんかも撤退しちゃったもんね、ほとんどね。うん、以前は ヤフー動画でもさ、あったんだ。もうないもんな、あれ。
僕は朝一人でシコシコしてた、朝一人で擦ってたよ。岡山の坊ちゃん。とにかくいい、もうちょっとかな。まあでもこんぐらいでもいいかな。やりましょうか。じゃあ食べると話終わったら大体いつもしてますよ、トイレでね。そう、鳥かもうちょいだな、鳥かな。生揚げバッテリーあるよね、これ。バッテリー大丈夫ね。 YouTube あ、ちょっと大丈夫。 Y マックスなんだけど、 Y マックスでやってるけど、 Y マックス、 Y マックスでやってます。うん、まだしないね。じゃあ生揚げもういいかな。生揚げもう温まってる。はい、生揚げいきます。ああ、うん、あと鶏皮。遠いから、そう遠いからこのまま下ろしちゃって、ここに直接置いちゃうか。鶏皮、炭火の上に鶏皮だけみたいな。ちょうどいけそうだと思うんで、こうやって高い機械かな。鶏皮いっぱいあります。冷蔵庫で固まっちゃった。鶏皮、鶏皮の塩焼き4本いっちゃうか、5本のっけちゃうか。たっぷり塩焼き鶏皮三昧。この方が近いと思うんで、こっちもほとんど焼けてきたんで、あと塩振って。鶏皮の塩焼きです。なんかすごいでしょ。あ、ここの焼き塩。どうも、鶏皮の塩焼きです。これまだね、こっちは、ね、こっちは焼けたからいい感じ。うん、あ、いいね、油がね。あ、生揚げ。乗ってる皿がね、この春のパン祭りの皿です、これ。超高感的な。うん、あ、やっぱ光るとやっぱ炎が上がっちゃうから、鶏皮天然塩焼きです。悪魔の焼き物です。うまいね。ハイボール。やっぱ近かったか。こんなん上がってきちゃったね。
大体この B ロックの幅ってちょうどいいんだよね、この幅にね。でもお土産買ってたけど全然食べなかったんだよ。僕がアコ行った時にお土産だよって買ってきたんだけど全然食ってなかった、使ってなかったんだよな。2、3年経つんだけどな。もうとにかく皮の塩焼き、いい感じに焼けてます。ちょっとこっちな、すげえいい感じ。すごいみたいな、あれ、あのゆるキャンプ、ゆるなんだっけ、ゆるキャンのドラ漫画の影響でね、ショーズなんか儲かってるかもしれないな。あれ看板だもんな、あれね。忘れだったかな。上にあげる。焦げちゃう。もう冷めちゃった。これでいいや。うん、大丈夫だ。うん、少しずつ。おでこが白いんです、松崎さんね。生揚げ、もう最後ね。網がいいのかもしれないな、あれ。グリルプレートって横、こんぐらい、1.5 センチぐらいでかな。少なかった。そうなんだ。あきこさんどうも。今日鶏皮焼いてます。あ、20名さんどうもね。あ、うまい。鶏皮最高やん。鶏皮最高。今日のメイン、鶏皮です。うん、うまい。まあ、ちょうど入るのかな。こうやって。
도 말이죠. 저기가 또 하이볼. 심하다 그러네요. 빨리 간파이. 塩焼きです。でもちょっとやっぱ光と炎上がっちゃうな、これな。煙は不完全燃焼ね、多い時はね、不完全燃焼。ゲップです。 鶏皮ホルモンさ、すごい名前だね、考えたらね。鶏皮安くていいよ、これ。鶏皮。これで300円しないから今日買ったの。結構な量だけどね。200円ちょっと、200円台、鶏皮全部で。 昨日、今日もね、昨日よりか多少は、昨日の方が強かったよな、あれ。 お店じゃ、多少あるよ。吉野家とかで飲むよ。おい、おろそう。おろそう。 このプレートでやろうか、残りの方は。これ取り、あ、3本か、残りの3本は。これでやろう。ゆっくり。はい、どうもね。 これ使えるね、使える使える。うん。うん。鶏皮大好きくなるからね。うまい。大丈夫か。少なかったかな、みんな。 ないよ。うん。
うまいね。お金かかるのは女性に使うと高いんだもん、余裕がないからさ。やっぱこれだと高いんだな、やっぱり少し高いんだよね、これね、宝がね。ね、このグリルプレートとこの部分がな、このようにもうちょっと炭多い方がいいのが、やっぱり難しいね、ほんとね。まあ、しょうがないね。うん。そう、昨日湯がいて刺しといたの、自分で湯がいて。湯がい、鶏から湯がいてね。ケーキじゃないからね、僕はね。そうね。やっぱこれで高いんだよな、グリルプレートこれだとね。下ろした方がいいか。ほら、出てこないですけど。手間だけどさ、だって鍋に鶏皮入れてさ、水入れてさ、ほっとけばいいんだもん。ね、だったらさ、ね、ざるに投げて。結局こんなじゃない、こうやってやっぱ高すぎるね、これね、高さがね、 1.5 センチくらい間空いちゃうからね、この部分ね、この部分がね、このぐらい直接がいいね、この炭の量ならね。あれ、このグリルプレート使うんだったら、まだ炭を使うからさ、炭体をある程度切るんだったらね、直接置いた方がいいや、高すぎちゃうね。いい感じでしょ。鶏皮焼いてます。46だよ、うん、46。城島さんより1歳より下が最近まだ城島修理さんより1歳、2歳が2歳下が城島さんより城島修理さんね。オガビンチョウタンってやつよ、オガビンチョウタン。オガライトを使った炭ね、オガビンチョウタンって言われてるやつ。オガビン。通称オガビンね、オガビンチョウタン。
オガライトのオガね、オガライト。オガビン。いい感じだね。いいな。どうも、大川さん、今日はね、ビール君で、鶏皮、焼いたやつの鶏皮。油の皮、鶏皮の皮の油が落ちてるね。下にね。塩焼きね、これ塩焼き。ハイボール。串割れてきたね、少しね、少し。割れてきて。なんか何回ももう使ってるからだからな。この串はね、新品じゃないから、もう何回も使ってます。土日はどうしよう。今度仕事は仕事だよ、仕事の時ね。でやろうか、今度プレートで、ああ、いい感じだね。
気にはなってんだよな。マスクだから、今日これ終わったら全部終わりにしようかな、これ。ちょっとこれね、全部なんかして。あ、電車の音がいいね。電車の音がね。まあ、住宅街だからな、ね。今どう？もうよりだんだん、ね、ああ祝日だ、子供の緑のしかしょうがない。5月4日たくん、これ無理やり祝日にしたんだよね、確か3日と5日の祝日だからってことで連休にしたいって。そんな日ですね。そんな日、今日はもともとそうだよね。3日は憲法記念の日で、5日は子供の日で祝日だ。間だけがさ、ね、あえてで、ね、なんか無理やり祝日にしちゃったしなんでしょ。うん。緑の日はさ、以前、今昭和の日になったのはあれ緑の日だったんだけどね、無理やり。日本では祝日多いんだよね、ほとんどね。世界有数だからね、日本の祝日は。ベランダでやってます、ベランダで。世界有数だもんな。ね、ビーロックンで鳥飼い焼いてます。やっぱ少ねえかな、やっぱり。話すとなと。残り爪はちょこっとしかないから、これね。あ、前回のさ、インスタントコンロの残りの炭だからさ、これ直接だと近すぎるのかな。こんなもんね。消えてないよ、弱火で焼いてますよ。ちょっと他に薬物持ってこよう。薬物持ってくるね。ちょっと持ってくる。最後はね、これ焼いてくようか。ふんわりはんぺん、ふんわりはんぺんを焼いてくようか。ふんわりはんぺん、ふんわりはんぺん焼いてくようか。はんぺんもうまいんだよね、これね。ちょっと浸して3本でいいかな、2本でいいかな。ふんわりはんぺん3本でいいか、3本。最後ははんぺんでいこうか。最後ははんぺんをね、こんな感じで焼いてはんぺんいきます。もうこれは鶏皮おろしたっていいや。鶏皮おろして、今日最後ははんぺん焼き。はんぺん。でも塩を振ってはんぺん。ああ、やっぱはんぺん柔らかいからな。吹きぬかつくとね、割れちゃうね。じゃあ2本目。で、2本目のハイボール。ドライ。はんぺん。
ぺん、これサメだとサメ。サメじゃない、これサメじゃ返せないから、魚肉しか返せないね。多分サメ使ってると思うんだよね。大体さ、はんぺんの白身魚のサメが多いからね。サメかタラかな。で、焼き鳥、鶏皮、大串です。うん、そうね。電車の音聞きながらね。リコなんの、リコ。井の頭五郎さんと一緒なんだね、井の頭五郎さん。あの人ね、あの面白いな、あれね、孤独のグルメってさ、ほんと。飲みなら薬してた、酒を飲みたいような店ばっかり行ってんだもんな、あれ。孤独のグルメってさ。飲めない癖してさ、いつも酒が飲みたくなるようなとこばっかで飯食ってんの、あれ面白いね、あのドラマね、あれ。孤独のグルメってさ、飲めない癖してさ、酒が飲みたいような場所で食ってんだもんな、あれ。ほんと面白い、あれ。あれが面白い、そこ孤独のグルメってそこが面白いんだよ、いつも。ね、酒を飲みたくなるような場所でいつも飯食ってんだよ、そこ。お、いいじゃない。ちょっと入っていたとか、もう半ペン、いい感じだ。半ペン焼き。もうそうだな、そんな強くないからな。今度会おうね。どこで会おうか。自宅の住所を書いてくれたら行くよ。アンドロイドか。そうなんだ。井の頭五郎さんと一緒だ。あの人もそうだよな、あれね。ハイジマさんもそうだよね、YouTube でやる。ハイジマさん。吉本のハイジマさんも。酒飲まないくせしてさ、つまみみたいなもん、動画アップしてもなる人。はんぺんもういいぞ、これ。はんぺん、あ、行こうか、はんぺん。はんぺん、いい感じに焼けました。これうまそうじゃん。はんぺん。いただきます、はんぺん。ああ、はんぺんの炭火焼き。うまい。うまいな。はんぺん最高。
ったら放置して、半分柔らかいからな、ね、半分これ鶏皮、ちょっと食材500円くらい安い安い、うん、5000円以内全部1000円以内でしょ、これ全部1000円以内の、いや安上がりな、炭も前回残りだからさ、残り炭使ってから、ちょっと安上がりになった。もう塩振ってあるし、ちょうどいい、うん、結構だけで居酒屋で飲み歩く会もあっていいかもしれないね、結構だけで集まって、ね、一人で飲めない人は一人で居酒屋行きづらいから ね飲めない人同士居酒屋に入ってさ、ソフトドリンクだけで、それもいいかもしれないね、そういうね、うん、こんばんは、まさにさん、今日はねビールを汲んで炭火焼きで鶏皮ね、これ鶏皮とハイボール、宝の焼酎ハイボール、うわあ、いい感じだ、時はんぺんの炭火焼き、もういいかな、あ、うん、この練り物ってさ、やっぱふくらしく入ってからさ、熱が加わるとさ、ふっくらしてうまいんだよね、うまいよ、うん、今日はこれで最後にしよう、ビーロックありがとう、今度やるときはキャンプのとき持ってこう、これビーロックね、うん、青くどうやって会おうかな、何も電話番号とか教えてくんないんだもん、なんか会う手段を教えてよ、だからどうしようか、もうないのよね、うん、あー、炭もほんとだいぶ減った、じゃあこれで終わりにしようかな、あとこれだけほっとけば灰になるだろう、もう最高、ハンペ最高、ないんだよね、そういうのね、you
寒くなってきたね。やっぱもう4時なんで、4時だ、4時回ったもんな。今日は夜の9時ぐらいから女の子がライブ配信するからね、キャンプ場から。楽しみだね、女の子ね、楽しみだ。ああ、よかった、全部落ち着いた感じだね。はい、どうもね。ちょっと一回撮って、ヘイさんどうもね。じゃあ16分でね、やってますよ。いつも通りやるよ、うまっ、はんぺんうまい。これほっとけばな、炭になるかな、もう。ビーロックン最高。あれはあれちゃった、あれだっけ。ゆるちゃんってさ、ビーロックンのことをさ、なんだっけ。あれはなんだっけ。あれうまいなと思ったな、あれな。対戦箱って言ってたじゃん、あの映画で面白い、笑っちゃったよな、ゆりちゃん見てて。なんだっけ、なんとかの対戦箱って言ったんだよな、あれ。メタル対戦箱か、メタル、あれ面白かったよね、あれゆりちゃんでね。ビーロックのことをメタル対戦箱って言ってたね。あれ面白かったね。ゆりちゃんね、あのね。ゆりちゃんはもう終わっちゃったけど、もう そろそろあと2、3ヶ月したらね、今度山のすすめがやるからね、山のすすめ第3部がね。あれも高校生の女の子が主人公のアウトドアのアニメね。もうすぐおしまいだから、まだキャンプの時ね、さつまいもはね。でもう終わったんだ、これ残り、あと飲んでしまって、あと鶏皮ポテトを温めないとな。かわいいな、ね、メタル賽銭箱ってすごい笑っちゃったよね、ゆりちゃん見てて。かわいい女の子が、僕はね、YouTube でもかわいくいるんだよね。YouTube で可愛い女の子いるんで、そっちの方でいいや、僕は。あと、あの子、僕、最初可愛い。あと、ゆきりんって女の子知ってから、YouTube でさ。ゆきりんって女の子。あの子、可愛いね、うん。よくお肉を食べてる女の子。ゆきりんっていう女の子。可愛いな、女の子。ゆきりん。いい休みだ、どこも行かないならさ、珍しいね。お母さんが亡くなったからな、どこも行かないならね。ずっと休みって言ったらさ、ずっとアウトドアしてたもんな、テントワーク。今回特別静かにしてるよ。本当に珍しい。この5、3、4年かな、2、3年かな、もう。
休みって言ったら大体僕テント担いでバックパックでさ泊まりに来たからここ数、ね、2ヶ月ほど前お母さんが死んなくなっちゃったからさ、ね、久しぶりだこういうの 久しぶりの休みだよな本当。明後日だもんね、明後日。もう、墓石屋さんの方、お寺の方も連絡取って、もう完璧。明後日の石、もう納骨か。納骨終わったら全部支払いかなと。そう、残り1本、残り大事。多い感じじゃないね。すごいね、もう大体そう。ついこの間、なんだ、本当、3月いっぱいで終わったんだろうかな。終わったみたいだから。YouTube ではすごいね、あれね。ゆるちゃんのさ、聖地とか言ってさ。はい、もう舞台になった場所もあって、動画いっぱい上がってるよね、YouTube とかね。僕が行ったキャンプ、僕行きたいところはまずね、まあ奥多摩小屋な、まず。だって来年の3月いっぱいでお待ちなくなっちゃうからな、奥多摩小屋。あれもいいよ、テント泊。奥多摩小屋でテント泊もね、重たい荷物背負ってさ、テント場でさ、飲み食いして、また降りてくる。それはたまんないんだよ。内海と奥多摩側の景色が一番いいぞ、あれ。寝頃感から言ったら。こう、都心からの交通費と考えたら、ね、一番、奥多摩側が一番いい。あれだけの景色があって。雲取の山小屋も他にも一番いいものは奥多摩側の石尾根が、一番いい。奥多摩小屋最高。だからか。奥多摩小屋また行きたいな。奥多摩小屋、鴨沢口から歩いて。どうも。焼き鳥のシロか。シロ軟骨ってそれ、それはモツになるよね、モツ。ね、シロって言ったらモツ、モツ焼きかな、ね。モツ焼きだね。もう鶏皮です、鶏皮。ほら、いいかい、塩焼きです。鶏皮、最後は鶏皮の塩焼きを。また夜配信で会いましょうね。鶏皮大好きよ。絶対僕、スーパーです。あの、鶏皮の人だと思われてると思うよ。鶏皮僕買ってんから。あれなんだ、文京区の時もそうだったもんな、あれ。今日は鶏皮変わらないと言われちゃうもんな、揚げ物だけ買った時に。ただ、肉屋があったんだ、文京区住んでる時。鶏皮変わらないと、ね、今日は鶏皮変わらないのって言われちゃってね。そう、もう大体覚えられてるの、お店の人、肉屋とか。肉屋って個人商店だからさ、大体。たまに鶏皮変わらないとさ、なんか言われちゃうんだよね。今日は変わらないのかって。でもよかったな、あの、大塚の6丁目の肉屋だっけ、あそこ。鶏皮ね、袋にさ、あれ、個人商店だからさ、普通のポリ袋にさ、1.5 キロぐらいからまとまって入ってさ、100円、150円ぐらいで売ってんだから、そこ。スーパーがすごい安かったの、あの頃。もう20年ぐらい前だな、俺、もう文京区の時だから。鶏皮ね、でもスーパーではね、まあ 100g 60円か70円だからね。個人標準の肉屋の鶏皮だったら安い、売ってるとこだったらね、安く買えるんだよね。前住んでた文京区の時もそうよ、あそこ。あそこの肉屋さん。鶏皮がそうだった、袋に入って、まあパッと見、だいたい 1.5 キロぐらい入って、150円ぐらいで売ってたからな。
ヨークマート売ってないみたいな。ヨークマート鳥かは超ヨークマート行ったんだけど、ヨークマートね、ヨークマート鳥か売ってないやん。今日行ってきた。この辺は駅前のね、ワイズマート、あそこ売ってる。ワイズマートは鳥かは、ヨークマートもいいんだけどね、あそこ鳥か売ってないんだ、あそこ ヨークマート。これは前に買っとく。これはちょっと数日前、ヨークマートじゃなくて、ワイズマートだっけ、あそこで買っといたやつね。それ湯がいて。鳥かって本当、ヨークマートって結構、ね、一軒で40店舗くらいのスーパーなんだけど、おいしいんだ、あそこね。ヨークマート。イトーヨーカドーはわかんない、あんま行かないけど、多分ないかもしれない、イトーヨーカドーもね。ワイズマートか、ワイズマートで売ってます、ワイズマート。この鳥皮はワイズマートで買ったやつよ。ワイズマートで売ってるやつ。あそこ売ってます。100g 60何円か70円ぐらいかな、確かね。じゃあ最後のハイボール。ワイズマート売ってるからよかった。ワイズマート夜の1時までやってからね、深夜1時。ちょうどいいよね、薄くても。ああ、最高になる。でも最後の時はいい感じになくてんね、鳥かは。最高じゃん、鳥かは。レバーね、料理の仕方なんだよな、あれな。下手だとさ、パサパサしちゃうからな、あれな。美味しいの食う人は大丈夫ね。運悪く下手な人が、下手なの食っちゃったらさ、ね、嫌いになっちゃうんだよ、レバーね。そうだな、ね。ほら、いい感じだ。これがいい感じだ、この感じがね。ああ、最高。大事そうにやるよ、本当。最後の一歩だからね。これは日本のバーベキュー。アメリカのバーベキューってこれ全然違うと思う。これは日本のバーベキューよ。そう、日本で串焼きのことをね、あれ英語だとバーベキューだからね、あれ。バーベキューってそうよ、串焼きのことだから。これが日本のバーベキュー。なってないよ、別に機会がないだけだよね。あ、やっぱね、岐阜の橋都心だもんな、やっぱな、機会がないこっちと。岐阜の橋、やっぱ英断があるからな、向こうはな。あ、すごいいい感じだ。丹精込めて焼いた鶏皮、いい感じでしょ、ね。さあ、このゼミクラでね、この期間に鶏皮焼いてます。鶏皮をいく。そう、ゴールデンウィークの鶏皮。これ昨日湯がいてね、串に刺しといたやつ。最後の一本。鶏皮、ゴールデンウィークってことで、今日は鶏皮焼いて飲んでます。ね、鶏皮。鶏皮の串焼き、塩焼きです。これビーロックンで炭焼きで塩焼きね。ね、ハイボール。こんなゴールデンウィークもいいね。こんなゴールデンウィークも。今日は飲み代って全部込みで1000円以内だから。1000円以内。まあまあ。
ちはこっちより都心だからな、都心ね、向こうはね。パラキ中山だって東大線だもんな。キャキは夜中会えたって人来ないもんね。どうね。そう。じゃあ今回早速、じゃあ最後の取り替えします。最後の取り替え。あんまそう。いい感じだ、鶏皮の塩焼きいきます。今回最後。あいや。鶏皮最高じゃん。うまいね。この油がいいんだよ、これ。うん。中間日はだからビール発泡酒とか飲んでね。中間日はね。弱めのお酒飲んで。山口くん、そうなんだ、山口くん。でも山口くん、絶対あれ、おまたグリグリしてると思うよ、僕。あれ、絶対そうだ、あれ。キスだけのわけないと思うんだ、僕。ね、そまだあれ。今、まだ言ってるけど。絶対おまたグリグリやってるよ、あれ。キスだけだったら、こんなさ、騒がないでしょ。絶対そう、皆さんもそう思うでしょ、あれ、ね、山口くんは。またグリグリやってると思うんだ、うん。キスだけなわけないだって、あんな。ああそうよ、うん。でも、ノックさんはすごいな、あれ。ノックさんは別にお酒飲むんでなくてもさ、おまたグリルだもん、あの人、ノックさんは。選挙期間中でしょ、あの人。そうでしょ、あれ。すごい、ノックさんもね。ノックさん、すごい、ノックさん。あ、うん。あ、鳥がおしまい。まだ腰使えそうだ。いい感じだ。ビロックン可愛いでしょ、ビロックン。一人用の焚き火台です。で、これ5000円ぐらい。これ、チタニウムだから1万円違うけどさ、チタニウムだからさ、ちょっと脆いんでね、変形したけど、ステンレスだったら5000円で買えますよ。うん、これ、ビロックン5000円ほどで買えます。ビロックンいいよ、これ。一人用焚き火台。グリグリしたい僕もまたグリグリ可愛いんだもんね、若い女の子はさ、可愛いね。これから春から夏になってさ、暖かくなるからね、若く薄着になるよね、たまんない季節だね。ね、そうだね、電車なんか乗ってたまんない季節だよ、ほんとね。若い女の子はさ、どんどん薄着になるからね、これからね、暖かいからね。それを見ながら僕はね、夢を膨らませるんだよ、夢を。タバコも臭いんだ、あれ、タバコ。ほんと臭い、タバコ。アイコスってほんと臭いと思うよ、アイコス。
まあ今日はおしまい。置いとけも、あとわずかだからな、置いとけも。割り箸も燃やしちゃおうか、これ、最後。割り箸も燃やしちゃおう。最後、割り箸焚き火でおしまいにしようか。いい感じだな。今日は生揚げと鶏皮でした。もう飲み終わった。今日はおしまいのものはこれで。まだあるかな。あ、大丈夫。じゃあ終わります。じゃあまたね。また今夜。では今夜ね、終わります。ではまたね、終わります。ではまた、終わります。今夜ね、ではまたね、終わります。ではまた。いけるんじゃないよ。また今夜ね。ではまたね。